お前は私の名前どうしたいんだよ。先方レッシー、ご高齢コンビ、これあれか。ご高齢コンビ、若夫婦コンビ、幼なじみコンビ、宇宙人コンビ、ごめんなさい。ティアさん、働いてください。お願いですから。お前は私の名前どうしたいんだよ。それはともかく、足をですね、レッシーさん、今の気持ちは。てか、なんやかんやでゴメスがいたんだ。最高に入ったやつですね。早くカレー食べたいです。そんなあなたに残念なお知らせがあります。カレーというのは嘘だったようです。それには挑戦者も耳が笑い。で、済むかこの野郎。古いはともかくカレーがないってどういうことだ。いろいろ突っ込むとこあるけど、主人公の威嚇としてそこは逆で答えてほしかった。驚いたな。あれだけの声優をたったこれだけの時間で打ち上げてここにたどり着くとは。いや、競争、ちなみにタイムは1分35秒、新記録だったぞ。なことはどうでもいい。カレーはどこだ。ふっ、騙されよったな。元よりカレーなど存在するのにバカなやつね。もうカレーでいいや。やはり貴様というお前は我の世界政府にとってすっごい邪魔な存在だ。退治してやるから、玉座の間に置いて。その必要はないわ。今すぐやっちゃうくらえ。ふっ、無駄無駄。この塔は私の祈りの場、魔法なんて跳ね返してしまうのさ。なんと落とし穴のスイッチもないのにどうやって倒せばいいんだ。ナイフじゃあそこまでは届かないし、レッシュの指では無理っぽいわね。どうしたもんか。ちょっと待ってよ。フレイが確かこっちの方から来てたから。うん、こしゃくない。要は物理攻撃当ててやれば肉や暗縮症も吹っ飛ばせんだろう。うん、出来物やってみなさい。魔王かった。ぐっぐわー、あれは伝説のステキプロペア。なぜあいつが。はい、皆さんお気づきでしょうか。レシアさんが持ってたんですよ。プロペラ。嘘つき、つけた。血の勝ったって、ボスには聞かなかったっけ血の勝ったとか持ってこないなんか剣には効くんだ、これが。そうなんだ。ていうか、普通それはないだろ。っていうか、なんであのプロペラがいつもに私にくっついてたんだ。やっぱり気づいてなかったのかい。しかも私のチャームポイントの後ろ側の結びに、これ、ん私のチャームポイントの後ろ髪の薄めにこれ幸いとくっついてやがった。いや、あれどっかって言うと鬱陶しいポイントなんだけど。あれなんだと。あのお城が揺れた時あったでしょ。あの時降ってきてレッシーにくっついてきたみたい。なんだその偶然っていうか言えよ。勝手にドッキリカメラの条件が成立したのでそれをみつみつ知らせる手はないでしょう。これにはターゲットも苦笑い。レッシー、ティアさん、プロペラが帰ってきた。やかましい。あら、レッシーなんでこんなとこに今さら追いかけてきたなんてべきなの。バカにすんな。純粋にカレーを追い求める気持ちが私の塔の頂上まで導いたのと大はない。それはそれでどうなのよ。怖い、私のないがしろにされっぷりが怖い。そういえばお腹空いてきたんだったね。なんか食べ物持ってない。行くなら、あ、いかん、さっき空いてきたんだった。あ、なんだったわ、なんか作りましょうか。レトルトなカレーもありますよ。うん、この際レトルトでも構わん。このカレーの下を収めてくれな、なんでもいいぞ。今からそっち行くから待っててね。何ですかこの状況。え、バラバラになってた仲間たちが運命の再会を果たしているこのゲームのクライマックス、もうこの後に泣く場面ないよ。こんなんで泣けますか。というわけなの。なるほどな、さっぱりわからん、期待はしなかったが。要するに、競争に続行な王様を止めないといろいろやばいって話。うん、理解できた。ひどくない？なんであれだけのことを説明するのに、時代背景だわけのわかんないことを説明し出すのよ、あなたは。それにしてもこのカレー美味しいわね。って言っても、秘蔵の製法で作り上げたやつを真空パックしたやつだからね。えっちゃんおかわりは？いや、まだ食べ始めたばっかりなんで。でもほら、教祖は10日を縮んだわし、これで王を惑わすものもいないか、万事解決じゃないのか、帰っていい？ん？どうなんだろうね。露骨に帰りたがらないでくださいよ。大体ギャグゲーで10日を縮んだ程度人が死ぬわけないじゃないですか。大方今頃王様にあることないこと吹き込んで私たちを礼儀する準備してるところだもんね。えっちゃんカレー食べる？いや、まだ食べてるんで。で、それじゃあ、こんなところでカレー食べてる場合か、さっさと乗り込んでいって、お父上の目を覚まさせないと。
バカ、劇場に燃えるのもいいけど、ちょっと冷静になって考えなさい。うん、何よ。いい？今はいい感じの、いい感じの夜明けの時間帯。もう1時かもしれば太陽が昇り始めるよ。え、そんなに時間経ってたの？ピアさんの予断することが分かった。つまり少し遅らせてから出発して、なるほど、その後奴らを出した頃にちょうど日の出の時間になります。朝の意表を背に、巨悪を打ち倒した英雄たちが佇む姿。映画のラストシーンみたいですね。かっこいい、それで行こう。私がおかしいのか。いや、まだ命の方がだいぶマシ。え、最後の戦闘に参加したいメンバーを選んでね。え、マジで？ついに出すとか、これで。ん？輪廻転生の巻物を見つけた。光の道の巻物を見つけた。ん？風の幸の巻物を見つけた。魔法陣ブリグリを見つけた。見つけたんだ、見つけた。え？ちょっと待って、今何を手に入れたし。でも、とりあえずこれで出すとか。いよいよ。インカーネーションを覚えます。フレイを。いや、覚えてます。サニーライトウェイを覚えます。イノエクスロー。ノッチは覚えてないから、使えるか、ノッチは。エルウィンドを覚えます。ダイヤ用。覚えてる。モコン魔法陣覚えます。デシア用。あ、これ覚えてないか。どうしよう。ちょっと待って、これ結構重要な選択だな。ちょっと待って、デシアとイノとエクスとティア・ライラか。とりあえずこの中で入れるのが3人、2人がオリンピスか。なんかドイツも捨てがたいんだよな。まずデシアさんは基本的に汎用的な攻撃キャラになるし、命はスタンかけられる要因度が結構大事だし、こっちゃんもそれなりに攻撃力高いし体力も高いし、ティアさんはあるイベントのきっかけで消費 MP がゼロになるとかいうとんでもないキャラになっちゃったし、でライダーさんもまあ呪縛そんなかかんないけど、でも威力高い攻撃もあるし、何より、やっぱ回復ができる意味でも、やっぱ結構重要なキャラだけど。ちょっと待って、選択難しいなぁ。どうしよう。難しいなぁ。これはしっかり考えないといかんぞ。難しいなぁ、これは。よし、決めた。じゃあ、メンバー発表します。1人目。